はい、皆さんこんにちは、翔平 TV です。本日は私が所属しているスナックス対湾岸ベースボーイズさんとの試合をお送りいたします。今回は前編ということで、はい、まず翔平3回から登板です。まずね、第1球は結構気合い入れました。はい、低めのストレートストライクということで、2球目こちらスライダーでカウントを2ストライクとします。そして3球目はストレートで際どいところ、で最後4球目スライダーを投げたところ、センター前に運ばれてしまいました。残念。はい、2人目まずストレートでストライクを取ります。この後はショートゴロ、一塁ランナーは二塁に。で3番目のバッターはまずはストレートで空振り、高めのストレートで空振り、ツーストライク、ツーストライクからボールになってもいいストレートで思いっきり腕を振りました。この見てください、このリリースポイントすごく前です。これがボールのキレのコツです。自分なりに多分一番手応えのあったボールですね。そしてはい、これがセンターフライですね。で2アウトランナー2塁となりました。はい、次のバッターストレートでストライク、ランナー走りました。そしたらキャッチャーが暴投してしまいます。レフトが取ってホームに送球して、これ間一髪アウトということで、ピンチを切り抜けられました。助かりました。はい、そして次の回です。1回は高めのストレートが跳ねてしまいました。2球目はファールボール、3球目はストレート更新だったんですけど、レフト前に落ちてしまいました。はい、次のバッター、これはちょっと変速気味ですね。変速気味に投げました。はい、次まっすぐアウトコースですね。フォアボールを与えてしまい、次のバッターはスライダーで打ち取ります。サードゴロの間に1点空いてしまいまして、3対1になってしまいました。はい、次のバッターはハイストレート外れてボール、はい、ストレートで空振りを取ります。そして次のボール、うまく三遊間に抜けてしまいまして、レフトもファンブルをしてしまい、その間に追加点2点目が入ってしまいました。そして次のバッターをセカンドゴロに打ち取り、チェンジとなりました。後半は次回動画で出します。お楽しみに。はい、では本日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、インスタのフォロー、グッドボタンお願いします。それではありがとうございました。